こんにちは、斉藤直樹です。今回はこちら、以前から告知していたファンアートの展示会、けいちゃんアートオンライン展示会がついに開催されました。皆さん、たくさんのご応募ありがとうございます。あ、オンライン展示会って何？って思う方もいらっしゃると思うので、簡単にご説明させていただきますと、けいちゃんアートオンライン展示会とは、僕のオリジナルキャラクターであるけいちゃん、田中ちゃん、なぎさちゃんのファンアートをバーチャル空間上に展示させていただき、リアル展示会とはまた異なるバーチャル空間ならではの表現や展示方法で作品をお楽しみいただけるオンライン展示会なんですね。会場は PC やスマートフォンがあれば誰でも気軽に無料で入場できますので、ぜひこの機会にバーチャル展示会を体験してみてください。そして今回は僕の作品を展示するだけではなく、みんなと作るを展示会のテーマとして皆さんから広くファンアートを募集させていただきました。その結果、本当にたくさんの作品をご応募いただきまして、みんなと作るを実現することができました。本当にありがとうございます。主催のね、具現化さんからのお願いで、今回はご応募いただいた作品の中から特に優れた3作品選出する審査員をさせていただきました。いやー、これですね、どの作品も良すぎて、もうこんなん選べねえよってね、正直選ぶのが辛かったです。ですが、今回せっかくね、選ばせていただきましたので、今回は数多くの作品の中から選ばせてもらった3作品を紹介させていただきますね。そして動画の最後には、具現化さんから発売されるビッグなサプライズについても告知がありますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。最初の作品はこちらです。カズさんの作品、タイトルは一休み。はい、いやー、こちらの作品はですね、正直いろいろな作品を並べた時にあんまり目立たない作品だったんですよ。これなんでかっていうと、派手な色使いが全くないから。全体がね、木陰のシチュエーションになっていて、ところどころ木漏れ日が差し込んでいて、まあ、そこがね、あの暖色っぽい色使いになってるんですが、その他は大体寒色でまとめられている、そういうね、控えめな色使いであることが一つと、そして何よりも描かれているキャラクター全員が目閉じてるんですよ。まあ、唯一目を開けているのが絵の中に描かれている僕っていうね、その2点であまり主張しないような作品で、最初ね、見落としてしまっていたんですが、でもね、よく見ると本当に全ての描写が丁寧で、まあ、じっと見ているとね、いろいろな発見がある楽しい絵になってるんですよね。まず何よりメインの3人のキャラクターがめっちゃ可愛いし、寝顔にそれぞれの特徴が出ています。けいちゃんはね、もう一生懸命絵を描いて疲れちゃったんでしょうね。電池が切れたように小さな子供が寝るようにね、こう無邪気な表情で寝ていますし、なぎさちゃんはね、これ多分ちょっと起きてますよね。これ3人で楽しい雰囲気が味わえていることに少しね、微笑みながら目を閉じてね、あー、いい日だなーみたいなね、その場の空気を味わっているように見えます。で、田中ちゃんはこれもうガチ寝ですよね。これよだれ垂れてます。いやー、多分ね、一番楽しんでいるのが田中ちゃんなんでしょうね。こういう人羨ましいですよね。楽しむことの天才みたいなね、そういう人。そして何よりも3人が手をつなぎながら寝入っているところが最高にエモい一枚です。その他にもね、田中ちゃんのミニ牛ちゃんたちとか、あとは手前に書かれている蝶々の描写もね、これやたらうまいんですよね。ずっと見ていたくなるような素晴らしい作品です。カズさん、素晴らしい作品ありがとうございます。次はこちらの作品です。白湯さんの作品、タイトルは想像と想像。こちらの作品は何を置いてもまず、けいちゃんのね、目がとても印象的な作品です。なんかもう理屈抜きに、あ、好きな絵だってね、心をがっちりキャッチされるような、そういうね、表情をかけてます。特にね、目を描くのが得意な人なんだなっていうふうに思いました。ほら、見てください。遠くから見るとシンプルな描き込みに見えるのに、近くに寄ってみるとかなり繊細に目に映り込んだ細やかな光の描き込みがされているのがわかりますよね。もうすごく吸い込まれそうな透明感のある絵が描かれています。綺麗。あとはね、ちょっとこれは個人的な好みなのと、細かすぎるので伝わるかどうかちょっとわかんないんですが、このね、
頬の赤みの書き込みがものすごく好みなんです。この赤みの表現って少し前まではもう少し下に書くのが主流だったと思うんですが、このイラストでは少しね上の方により目に近い位置に書かれています。これね細かい違いなんですが、頬の赤みを下に書くとちょっとね照れているような表情になって、女の子がこうドギマギしている感じ、ある意味での弱さの表現になりやすいんですが、頬の赤みを上に書くことによって照れではなくてちょっとこう高揚感というかワクワクした感じだけを抽出することができる表現になるんですよ。これによって女の子の弱さではなくてある意味でのね強さを表現できると僕は感じています。まあこれね明確にそこまで意識して書かれたのかは分かりませんが、白湯さんはもしかしたら感覚的にそれを感じ取って絵作りをしているようにも見えました。本当に素晴らしいです。さらにさらにそうやって視点を目から髪の毛に移すと、最初はね気づかなかったんですが、この髪の毛の裏地の部分見てください。ほらよーく見ると星の光みたいなのが書いてあるの見えますか。これ綺麗ですよね。ねこれやばくない。背景にはひまわりが描かれていて、明るいライティングでね爽やかな夏の昼間のような光景を思い浮かべると思うんですが、その中にね夜空を紛れ込ませちゃうっていうこの力技、アイデア、この工夫にはねちょっと舌を巻きますよね。タイトルの想像と想像っていう言葉遊びもいいですし、そのタイトル通りケイちゃんが想像して頭に浮かべたものをどんどんねペンを使って具現化していき、想像していく様子もよく表現されていますね。背景のひまわりのようなね生っぽい植物と青いデジタルノイズのような表現のギャップも素敵だと思います。白湯さん素晴らしい作品ありがとうございます。そしてそして最後の作品はこちらです。のきアイスさんの作品で、作品名はやったー。はい、こちらの作品はいやもうなんというか、これもう言葉で言わなくてもわかりますね。3人の躍動感あふれるポーズ、そして表情の豊かさが本当に素晴らしいです。いやもうね絵って一箇所ものすごく良ければそれだけでいいんですよ。その他にはもう何もいらない。一番表現したいものを魅力的に力いっぱいかけていればそれで成立するんです。それをまさに体現しているようなそんなイラストですね。多分ねこの3人は協力してイラストコンテストとかに応募したんでしょうね。苦労して苦労して頭を悩ませながら、時には喧嘩しながらね力作をコンテストに投稿したんでしょう。ドキドキしながら結果発表の当日、どうなるんだろう、あんなに一生懸命書いたんだから自信はある、ああでも自信がある反面全然自信ないような気もする、ね、大丈夫だと思う、うん絶対大丈夫だよなんてね励まし合いながら、あと1分で結果発表の時間、もうね結果発表が待ちきれなくて更新ボタン連打です。あー更新きたー、グランプリ？私たちイラストコンテストのグランプリに選ばれたの？やったー！はい、もうねそこまでありありと想像できました。一枚の絵からそこまで時間を引き伸ばして見ている人に想像させるこの表情、この躍動感、本当にね素晴らしいです。脱帽です。いやあのね、まあ、よーく見ると若干グレーな部分があってね、この後ろのイラスト、これ僕が描いた絵をそのまま貼っ付けちゃってると思うんですが、これね厳密にはやっちゃいけない行為です、まあ、あまりにねいい絵だったのと、あとはねファンアートだということもあって、まあ、この絵に関しては問題なしって言っちゃいますけど、他ではねこれ気をつけた方がいいです。そこだけ注意ね。まあ、そんなね反省点を補ってあまりあるほどのそんなね素晴らしいイラストです。背景の書き込みもどこをとっても丁寧ですし、ほら見てマウスパッドの柄までね丁寧に書き込まれてんの。あとね僕の部屋に飾られている初音ミクの浮き輪を持っているフィギュアとか、あとこれは今度発表される予定のスピリテイルのミクちゃんのフィギュアですね。こういう細かい部分の仕込みも完璧です。のきアイスさん素晴らしい作品をありがとうございます。はい、ということで入賞者3人のイラストを紹介してきました。今紹介した以外にも本当に素晴らしい作品ばかりなので、最高にね選ぶのに頭を抱えました。
もう全部選びたかった。なのでね、他の作品もぜひ皆さんに見てほしいので、けいちゃんアートオンライン展示会にご応募いただいた作品は全て展示させていただいております。入場は動画下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひお越しくださいね。そしてさらに展示会と同時開催、こちらをご覧ください。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。田中ちゃんが動いてる。はい。これね、めちゃくちゃ可愛いでしょ。展示会の開催にご協力くださった具現化さんより、なんと、田中ちゃんのデジタルフィギュアを作っていただきました。はい、こちらのデジタルフィギュアはですね、結構面白い使い方ができまして、スマートフォンのアプリで遊ぶことができちゃいます。ほら、こんな感じ。こんな感じ。ね、まるで命が吹き込まれたような田中ちゃんをデジタルコレクションとして手にすることができちゃうんですよ。自分のお部屋や机の上に設置して記念撮影したり、外で撮影することもできちゃうんですね。すごくないですかこれ。欲しくなったでしょ。デジタルフィギュアは展示会の開催に合わせ7月28日より発売が開始されていますので、気になる方は展示会と合わせてぜひチェックしてみてくださいね。こちらも概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。